ちよ。みんな知ってるじゃん、はい、だって今日しかできないじゃん。じゃあ、あれ言わないですか、自己紹介。タンタンしません。しないんですか。しないんです。カスミンとマユのコントとか言って。こんばんは。あ、なんかおるなんかおる。どうだった？なんかおる。劇場のお化け。安定やって。ベルリンでやりました。カスミンさん。こんばんは。こんばんは。なんしてさ、横向かなかった。こんばんは。あれさ、見てさ、ちょっと笑いそう。まあこの子件名わかんないからね。だからちょっと。え、どこ向くんだっけとなって、ちょっと困っちゃう。今日マジでさ、めっちゃメイク時間なかったからさ、めっちゃさ、すごい雑だよ。頑張ったけど、あがいた見たけど、これで精一杯だった。え、でも意外と生首言うな。スクショして切り取られたら生首になっちゃう。回るところです。宇都宮の子だとか言われてる。でもね、わかんなかった。もっこしちゃんとかも。王子様。ね、うちが言ってたのは宇都宮じゃなくて宇治抹茶のことだった。え、待って、宇治抹茶。宇治抹茶は京都だよ。ボケ始めてきた。間違えてましたよね。バレてんで。え、あとどこ間違えてました。バレてんで。うん。宇治抹茶でした。宇治抹茶でしたとか、待って、これ見てない。すいません。でも、まあ、一日でやってくれてるし。本当に今日時間なかったね。そうだよね。昨日公園出た子が保護なんですけど、今日行った子はね。で、何味それ、ここに。偉いよ、本当に。サオクリームわしだったら、逃亡してたかもしれない。待って、廊下じゃないわ、ここ。国外逃亡だよ。マサさん、前ポジションやってましたよね。私ね。それは、2日前ぐらいにやってたから、それでもすごいですよね。マユですから。だって1週間前や、あの僕たち覚え始めてるから。10日前ぐらいかよ。ケイもだって1週間前。ないのよ、まだ。チームないのよ、今。マジで入りたい。マジで、マサイさん面倒見良すぎる。そんなことはない。でもマサイさん、マジでもう妹になりたいです。あ、そう、昨日前髪ね、巻いてない瞬間のやつ。え、マジでマユの妹になったら絶対怒られるからやだ。え、怒るんですか？怒るよ。めっちゃ怒る。やめとこう。めっちゃ怒ってるエピソードしか聞かない妹に。え、でもこの前、何話そうかな。もうね、話すことないんだよね、別に。なんかあったねぐらいだけどさ、もう記憶ない。復活するまで行けない。ね、黙らないでもらっていい？うん。え？かすみさん。いいですよ。お姉さんです。いや、マサイチーム系やったらマジ選んでくれる。マサイチーム系で卒業じゃ。マサイチーム系で卒業です。じゃあそういうことですね。アショルームしてます。何公演やりたい？あ、そこは映んないです。やっぱリセットだよな。で、マサイさん何やりたいですか？リセットだよ。リセットめっちゃいいですね。これ全然机じゃないっす。やばい、映っちゃう。まあ、タピオカ待ちしてます。え、頼んだんですか？うん、頼んだよ。もう手遅れだよ。もう行っちゃったよ。マジかよ。買ってあげるって、いつでも。じゃあ私は、あの集合時間が、私タピオカあんま好きじゃないから。多分遅かったら自分で買ってくるんですけど、ちょっと早すぎて、ちょっと買えない。ジュースもあんま好きじゃない。私ジュースは好きじゃない。私ジュース大好き。ジュースは好きじゃないけど、タピオカは好き。お水かお茶か。紅茶。しゃれー。ドヤ顔で言ってきたんだけど、私に。やだ、2回公演なんでいいんですよ。だって何食べてもカロリー消費されるんだもん。この前太田さんとご飯食べに行きました。行きました。え、何食べたの？え、それは言えないです。ちょっと言えない。なんでだよ。ちょっと言えないっす。それは言えないです。なんでだよ。あれタピオカ？え、タピオカ？植木さんに頼んだ。え、私植木さんに頼んだ。できたんか。やばい、さっき言ったじゃないですか。ショールームしてますって。ショールーム中。ラーメン食べるのいいな。でもラーメンとか久しく食べてない。え、でもエリちゃん昨日ジロ系ラーメン食べてる。いつまんね。食べないとか言ってたのに。不安言って。だって。ハワイユ。だって。ハワイユ。
ジロ系ラーメンってもやし入ってんだもん。ちょっともやし入ってるから食べたい。いや、もうもやしだけでいいやん。もやしが食べたい。もやしが食べたいならナムル食べな。麺なし、もやしマシで。ニアミスみたいな感じ。麺なし、もやしマシマシで。下から見てこんなに可愛いのいいな。落ちちゃう。ウーロン茶、乾杯。助けてほしい。助けてほしいっす。かずみちゃんと目合ってる。届けます。待ってます。二郎系ラーメン合ってないです。いやだって二郎系ラーメンとか絶対私食べれない。えりこさん今日間違えました。うん、え、すごっ。なあ、もう体に染みついちゃってるんだな。やばい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 。昨日あんなすぐ寝たからね。間違えてたこれ。間違えてないもん。え、うち間違えたら消すから記憶から。軽蔑の感想飛ばないからね。これそうだよ。え、でも感想って感想ってない。カラスの前です。あれ、カラスの前。え、飛ばないのあれ、うん、後ろだけで。あれ飛べますよ。飛ぶやん。後ろは飛ぶの。後ろだけ飛ぶ。後ろだけ飛ぶの。待って待って、一回黙ろう。2番の入り。どういう2番の入りやろ。そうだよ。2番飛ばないうちこうやってやつか。2番の入り、2番の入りこうやろ。うん、2番すっ。え、誰だ飛んでたの。飛んでないよ。あじみじゃね。出てないか。もんちゃんじゃね。でもかすみでいいんじゃない。じゃあかすみにしよっか。2人飛んでた。絶対にかすみでいいや。飛んでないって。飛んでないって言ってるやん。何声。かすみでいいじゃん。出てないんですよ。でも18期だと思います。そうね。うん、でもエリコ間違えたの。間違えてないって。エリコやっ飲んでたよ。さて、今何時？バラエティ？今3時42。おー、3時42か。自分喋ることなくなっちゃったよ。早すぎるよ。違う、思いつかないの。もう頭回んなくて最近。でもドモンコンサートまだあと1週間だからな。バレンタインくれるんですか。バレンタイン作りたかったけどさ、もう作る元気もないね。そう、うん、姉子みたいとか言われてる。やば。自由感合いますよね。ちなみに一番年上だよ。自由感合う。コキちゃんの次ぐらい。え、自由感合わないよ。合わないか。うん。てかさ、今日のさ、公演メンバーの平均年齢めっちゃ若いんじゃない？違う、昨日の方が若いんだって。いつ？だって昨日私しか JK じゃない人いなかったんだよ。昨日私 JK に囲まれて公演してたの。本当ない？本当に。いや、ゆいちもいる。欲しいな。うまい。でも妹にあげるんですよね。こしちゃんの方が年上だから。あげないよ。あげない。妹にあげて私にあげないんですか？いや、だからあげないって妹に。何を？チョコです。チョコ作んないからあげない。お姉ちゃんからもらおう。じゃ買ってあげるよ、チョコ。ないしょ。チョコじゃないもの欲しい。あげる。やった。ココちゃんくれる？首振られちゃった。誰にならあげんの？クリームオニオンはあげるよ、だって。いや、言ってない言ってない。ちょっと苦笑いしてるからやめて。困らせないであげてよ、誕生日なんだから。コッコのペースでチャンヒナって料理できる。ゴールまで走り抜けよ。お弁当作るらしいですよ。え、でもなんかチャンヒナこの前作ってなかった。なんか、うん、なんか作れるでしょ。カスミン作れんの？作れますよ。え、作ってよ。じゃあちょっと作ってもらう。待ってるから。え、だってもうあと2日とかで。時間なくないですか？ない。なしね。時間がない。ちなみにない。チョコ溶かしてる時間もない。ちなみに焼いてる。ね、時間がない。バタナギ。もう人生に時間がなさすぎる。じゃあバーも足して。いやー、本当にね。え、うちも映る。うちも映る。うちも映る。ねえ、やばい。何その格好。いや、仲はいいですよ、元から。ただなんか表だって仲いいのが見えてくるだけじゃない？どこが可愛くないっていうかと思う。死ぬ。おもろい、みんな。ココちゃん、ショールームしないの？家帰ったらすんの？今度？絶対当日にしなよ。嫌なんだって。今日ちょっとやることあるらしいっす。ちょっとみんな期待だね。期待だよ、期待。シアタピューカ待ち。何の話すればいい？どうしよう。イエーイ。
何の話すればいい？ゆりさんの衣装が細かった話もしたじゃん。なんかね、そう細いんですけど、なんか隣に予備であの衣装用意されてました。同じ感じのやつね。結構エリコってうるさいよって。そう、それで、まあ、まさか入らないと思わない。いや入ると思ってたけど、結構ねぴったりでしたね。そう、めっちゃぴったりだった。で、あ、そう、もうお豆めっちゃ送ったね、昨日めっちゃ送りましたから、お豆購読者は見てください見てください。ノモンコンサートの衣装教えてください。絶対教えませんよ、私まだフィッティングさえしてないんだから。本当に聞いてください。さっき登場したら、うん、最近痩せました。え、でもそんぐらい細いってことでしたらゆいりさん、でもなんかその骨格が違くて、私ゆいりさんと、ゆいりさんはいわゆる骨格ウェーブ、なんか愛ちゃんとかと、だって軽蔑の風に間違えてたからだよ。あ、低電力モードにしようって。なんですか、ここにちゃん誕生日がある。あ、間違えた、誕生日がある。え、そうなの、イエーイ、みんなのショールームおめでとう、ここにちゃん。ダメダメ、セブンティーン、セブンティーン。ちなみに私あのボイスメッセージで言われた気づいたら過ぎてたの日付、真ん中にボイスメッセージ送った。え、シュック、え、まだ3時やん。え、でも今日早いですよ、寝る5時半やば、寝る寝る寝るの持ってるやつおる、見て。え、もしかしてこれ寝る寝る配信ですか。寝て美味しい、寝る寝る、そうだよ、寝る寝る配信なんて。食べていいの。いや、私が食べる。え、ここねちゃんじゃなくて、私が食べる。え、私じゃなくてですか、なんでだよやるよ。いや、いいです。なんで漏れない、全然漏れない、ここ漏れるよいいんだよ、漏るとか関係ないから。だからショールームに漏るとかないからね。え、じゃあラジオでいいじゃん、ラジオでいいじゃん。顔映さないとバランスやっちゃう。そうなんですか。そうだよ、そうなんだ。あ、そうだ、今日新曲の初披露日なんだ。ちゃんと私ツイートしたんで見てください皆さん、うん、え、なんか衣装噂によるとめっちゃ可愛いらしいです。あやねさんはいらっしゃいならないですよ、ね、眉ですよ。サムネ、サムネ撮ってる。やばい、サムネYouTuber のサムネ撮影見ちゃった。サムネ撮影してる、やばすぎ。え、なんかさ、今眉が映ったのにさ、今一瞬あやねさん映ったって言われてた。あやねさんじゃないです。あやねさんではないっすね共通点、出身地しかない。出身地と顔の小ささぐらい、身長も同じぐらい。そうだね、じゃあほぼ一緒だ髪色が違うぐらい髪色ちょっと違うぐらいかな。昨日は全然大丈夫ですよ、なんか言いたいことある。元気です。まゆちゃんが石原姉さんに見えた、わら、あ、折れてる。まやねさん、まやねさんか。次のハード一緒です、私あやねさんとみーおんさん。出ます、絶対私2回ですよ、頑張りますね。次の日ベースです。21出る？にしてやるよ。ボコボコにするね、じゃあ私も。なんでだよ。え、私も出るよ。私も出ますよ。ボコにしてやるよ。倒しちゃうね。そういう対戦よろしくお願いしますもん。え、待って、みーおんさんも埼玉？もしかして。待って。私優勝したことあっから。埼玉だ。え、埼玉じゃん。私埼玉の2人に囲まれて。誰？みーおんさんとあやねさんにハドする、一緒にハド。え、21出る？わかんない、次の日別なんですでも私あの波動の前にフリーレあるんです。予定がさありすぎて、わかるの。もうあのカレンダーに入れることすらもうやる。え、もう私全部入れたらなんか16日パンクすることに気づいた。やばい、やばいっす。でもなんかあやねさんは最近なんかもうちょっと仲良くなりました。怖いよ、なんか年末ぐらいから残ってもらいました。知ってよ、甘いの食べたい。私も知ってんおだわ、甘いの食べたい。なんかタピオカ飲むんだって、私は。飲んで飲んで、怖い、怖い。え、今何時、えりちゃん。49分。もうね、あの力尽きてまして、今筋肉痛になりそうなんですよ。伸ばしちゃおう。やばい、初訪問なんでこんなにいんの。あ、せいなさんは元から結構お話はしますよ。でも
前のコンサートから結構話してることあったから全然ずっと前から。え、ねえ、あやねさんが仲いい後輩で私と眉をあげてたらしい。うれしい、うれしい、おいしい、楽しい、わら。4公演ね、いいんですけど、明日もなんかあるらしくて。見たことあー、やったー、ありがとうございます。うわー、わーい、うわー、うわー、うわー、待って待って待って、ありがとうございます。あ、いいですよ、全然。あ、お菓子でも買ってください。私にピンクの衣装素敵でしたよ。え、じゃあもらっていい？あ、エイコにあげない。お菓子でも買ってください、ぜひ。いやね、全然いいですよ。いいですよ。何？コニーでいいですよ。コモチンさんじゃない？コモチンさん。温めるでも、温めてたお釣りもらった。なりたい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 。こことかを今から飲みます。イエーイ。来月で20歳です。私ちゃんとお釣りもらいました。え、焼肉連れてくれる？いいよ、行こう。絶対そうだよ、行かないよ。行こうよ。いや、うん、マサイさん家泊まりたい。え、マユン家行きたい。なんかエコにも言ってたじゃん。エコにも言ってたじゃん。それエコん家泊まるんでしょ。何ちゅう、何ちゅうみたい。違う、エリコンズ止まるんでしょ。何ちゅうだにゃん。今日のお便りはお面倒めさんの時間だにゃん。やばい、なんか決定戦の第90位になったんだけど、何これ。あんま分かってない。AKB48 初代モテクイーン決定戦。チョコレートってこと？90位らしい。お前はもう足元にも及ばねえって感じ。県外チョコギフトの順位らしい。へえ。マンゴートロピカル。じゃあさ、好きな肉は？タンタンタン。え、わかるわかる。え、甘め氷少なめです。ね、合いますよ。合いますよ。焼肉行くしかないです。本当に喋ってきて。本当にまだないです。ないの？ないとかなんの？え、ないとないですか？昨日は L サイズ飲んだんで、ちょっと今日は申し訳ない程度に M サイズにしました。ね、埼玉って何があるの？鳥、鳥、鳥。埼玉の鳥。え、エリちゃん何がある？埼玉？うん、埼玉？自分。大阪？何でもあるだろ。何でもあるだろ。神奈川県も何でもあるわ。聞いてねえよ。大谷は聞いてねえよ。やだ、なんかコメントしてよ、エリちゃん。コメント？やだ。カズミは転勤だったんですか？急に。急に？あんま攻撃せえ。あんま言わない。埼玉ポテトしかないって本当ですか？だけど。え？違うよ、埼玉って鳥しかいないってこと？なんでだよ。埼玉って眉の家しかないって本当？なんでの？眉の家行きたい。眉の家行きたいです。うん、マジで汚いんだよね今。眉ちゃんの配信ゆきたもん映ってるわ画面に。本当だ、ね、やばいって。気まずいって。もうちょっとこっちでやれってこと？映んないんだけど自分。可愛いね。家可愛くないっす。え、エリコさんの家はどこにいるんですか？埼玉10万石万十万部。両親に挨拶して、うん、エリコのパパめっちゃ料理うまいね。エリコのパパめっちゃいい人だよ。そうだよ。なんかめっちゃ何でも用意してくれた。そうだよ。え、エリちゃん後で食べようよ。あ、食べよう。だから寂しくなったらおいで。え、カスカベなんですか？
どこだよ。どういうこと？カスカベ、埼玉カスカベしかないってこと？ん？海水浴場あります？カスカベ海水浴場。どこそれ？あ、海ないっす。埼玉って海ないの？大阪にあるよ。淀川？大阪湾があるよ。淀川。ごめん、神奈川県も海あるよ。何でもある神奈川県。埼玉にハピネスがあります。ゆかるんさんじゃなくて。あります。埼玉に。川越じゃない？あ、川越はなんかちょっと時間ある1日で行くみたいなのありそう。鎌倉はどこでしたっけ？神奈川県。鎌倉って、ね、神奈川県です。有名ですよ。はい、江ノ島もあるよ。江ノ島入るわ。江ノ島は庭っす。庭じゃないけど庭です。庭じゃないけど、全然実家とかじゃないけど、うん、大分は、うん、めっちゃ温泉あります。別府温泉？別府温泉。行きたい行きたい。行きたい。そんなに行きたくないですね。温泉好きだよ、めっちゃ。めっちゃ好き。じゃあ泊まるのは霞んちで。いいですよ。旅費浮かそう。実家だったらいいです。実家行く？結構広いんで。うん、どのぐらい広いの？東京ドーム何個分？軽く1個は行きます。やば、でかくちやろ。東京ドームってそんなでかくないんですよ。うん、わかんない。面積的に。面積的にはなんだ。うち大分の大銀ドームがでかいです。え、そうなの？っていう、来たことある。そこも。じゃあそこでライブしよう。ありだな。カスミンチでライブしたい。それはそう。自分なくないですか、それ。最近占いに行ってない。ねえねえ、占いみんな好きじゃん。なんで？なんで？え、なんかこの前もなんか原宿行きませんとか言ったし、なんか占いもしたいとか言い出して。え、どうだった？え、これからって言われました。それはそうだよ、人生はこれからなの。これからいいことがある。当たり前やろ。5月27日がいい。5月27日からいいことが起こる。ねりちゃん、今の LINE 見せて。めっちゃ楽しみ。本当だよ。いや、マジです、これは。信じてないんですから。うん、チータに言っとこう。だって、自分次第だよ、結局。そうですよね。で、波動優勝したら、今行ったことない場所がいいな。福岡行ったことある。でも飛行機で福岡しか行ったことない県、神奈川じゃないや。なんか行ったことあるけどマジ少ないかも。神奈川、静岡、岐阜、名古屋、京都、ね、京都、まゆちゃんの配信は10分に1回しかしない。福岡、東京、千葉、栃木、みんなが埼玉、ため息とかを聞きに来て、山梨、あとどこだろう、あとどこだろうかな、長野。じゃあ私がバーツ長野行きゃ。かな。頼んだ。名古屋って愛知です、知ってます。めっちゃ名古屋が出てきた。行ったのが名古屋だった。一番遠いの福岡かな。なんか修学旅行なくなっちゃったから北海道行ったことなくて、行く予定だったんです。本当は、エリコには本当は行く予定でした。エリコには、エリコには茨城はないかも。エリコさんにコメント1個もないです。違うよ。エリコに弟子入りしてるんでしょ。してないだろ。してないですよ。なんでホスト橋本って出たじゃん。この前神奈川県には町田市はないです。残念ながら。その場だけだよ。町田は東京です。みんなに言ってるってこと。待てよ。言ってないですよ。だってくどかすみんなに言ってるから。くどかす。なんかめっちゃくどかすって言われるんですけど。嫌だよね。全然。くどかすってだってちょっと可愛くないもん。くどかすっていう人に謝ってください。確かに。
ね、かさぎそうって呼んでもいい。ネーミングセンス。ジェニーちゃんの座を狙ってる。当たり前じゃないですか。やったーやったーやったーどういうことですか。町田は飛び地じゃない割と。くどみんってめっちゃ可愛くないですか。なんか可愛くない。神奈川にここ入ってるけど。でも東京じゃん。場所は東京だよ。読売ランドもだって東京じゃん。確か。待って。サチウスそうって来てる。そういう会話ないんですかここで。サチウスそうって来てる。誰が来た。私は神奈川県民です。今度5月27日から。占い信じてる人ちょっと怖いんだけど。将来横浜地下鉄あるでしょ。俺は向こう側か遊園が好き。なんかクソ強いな。そう稲城と川崎両方ですね。神奈川県はパシフィコね。なるほどね。初見無職。初見じゃないな。初見のマッチ。聞いてよ、友達さんに聞いてよ。催眠術かかったことないです。でも見たことない。お疲れ様です。黒猫、猫が喋った。よし、よし、1回ぐらいしか行ったことないかも。武蔵中原、よし、意外と駅覚えてんですよ。新百合ヶ丘、日吉脇、あなたの劇団長を見た方がいいよ。ねえ、やめないでしょ、ポテト。カスミ、睡眠術にかからないです。絶対嫌だ、かかりたくない。私ね、もう飲み終わっちゃうんだけど。L サイズにするべきだった。で、ここかったかも。サウジアラビア語でとても美しい、最愛の人。なんで行ったの？覚えてないけど、ご飯食べに行ったかも。なんかの。ね、横浜行くのになんで私にみんな聞くの。私神奈川県の観光地知らないよ。行かないからマジで本当に。千北千南はブルーラインか。私意外と行って意外と駅の名前わかるから。自分が一番笑ってる、ね、そう自分が住んでる場所じゃなくてもわかるんで、わかっちゃうんで。やっぱなんかこの間っていうのがちょっと腹立つかも。ん？何？インナーボール。どこだろうね。マジで私当てられたこと当てられても答えてないから分かられてないけど、本当にどこに住んでるか分かられてないです一番多分。婚約したみたいな。まさちゃん責任ですって。グリーンラインじゃないみたいな。当てようとしないでください。本当。当てちゃダメですよ。ね、当たんないけど絶対。うん、公演中に飲みたいからさ、ちょっと南足から。飲んじゃったじゃんこんなに。住所不定にしとく？やばい、なんか手めっちゃ乾燥してるんだけど。日産スタジアム。私の家の場所みんな知ってるよ、メンバーは。すごいアラビア語だ。マンゴー、私アラビア語をする顔かも。私さ、すぐ飲んじゃうんだよね。私の顔さ、アラビア受けすぎた。やばいな。オファーが来たよね。やるの言ったな。行きたい。オファー来ないっす。譲らないですよ。どこに住んでるかぐらい話さない？なんか帰る時とか。やだ、絶対やだ。まあどこかで知って見かけてもそっとするんですよ皆さん。ついてちゃダメですからね。ペコちゃんです。そんな感じですね。でもなんかさ、だいたいさコンサートの帰りとか
ファンの皆さんとお会いしちゃう。なんか、どこが最高？うん、まあ、いろいろ驚いたことありますよ。カスミン、エキゾチックだもんね。どういうことですか？ガチで言ってました。ブライアンとマサイさんしか使ってない。ですよね。なんかあるじゃん。話しかけて良さそうな時と良さ良くない時、なんか明らかに私が普通に友達と一緒にいる時とかはちょっとさすがにあいるなぐらいでちょっと遠慮で、明らかに隣がなんか何ひななさんとかまあ言うとかだったらまださまだいいけど、明らかに友達とかだったらちょっとあの遠慮でお願いします。さすがにね、私も観光地じゃなかったらちょっと遠慮で全部。なんか乗り換えでバッタリやったみんなグラビアグラビアうるさい。 AKB の衣装着てるのとグラビアの衣装着てるのどっちが好きなの？投票投票しましょう。投票投票やめてやめて、分かっちゃうからそれ。投票しましょう。多分気づかん、あんまり気づかれないかも、ね、そっちの方が嬉しいかも。グラビア良くないだって一回稲田さんと浅草行ったら、なんか「ひななないたよね」みたいに言われたって言われました。ひななさんにサウジアラビア、もしはバレないかも。基本空気になるから。松高で言うと私多分みんなさんが行くのとか行かないんじゃない、わかんないけど、なんか普段別にそんな遠出もしないし。なんか気づいたら、なんか電車乗ってる時とかも気づかなくない？そうね、秋葉原とかには別にね行かないし。でも私マジでこのまんま歩いてる時とかあるからちょっと帽子かぶれよって話なんですけど。でもたまに妙に目合う人がいるなとか思ったりするけど、大体気のせいで終わる。ホノルルはハワイって。いや私唯一の陽キャなの。陽キャじゃないよ、別に普通キャだよ。題名じゃね。私がホノルルって言ってから。あ、そういうことか。私普通キャなんで。普通キャって何？普通です。普通キャって初めて聞いた。普通のキャラ。仕事先にそういうこと？あ、そういうことね、理解した。じゃあ違うコメント書いていい？いいよ。なんて書いてくれるの？マサイマユは普通ですね、普通キャって言うよ。笑顔がとても柔らかい。でも、心が一番温かくて。何が、何の話？マサイはポテト。マサイはマサイはポテトと私どっちが好きなんだい？ポテトだろ。まるでポテトみたいな。ポテト。嬉しくねえよ。パワー。待ってエリコ大丈夫？これが待って今日のエリコやばいかも。コメント。普通キャって言わない？エリコメント。あ、でも私あるわ。声かけられたこと。でも普通にみんなとリハ終わりにみんなといた。誰の時にあの声かけられたけど、私のでしょ。女の子に声かけてもらったけど、めっちゃすっぴんだったからめっちゃ申し訳なかった。テンパったし。私だ。え？なんで？なんて書いた？何書いた？じゃあなんで？なんでその確信に迫れんの？確かに。で今何時？写真集は10代に出したいかも。じゃああと2年です。2年っす。もう19になるから1年と2ヶ月ぐらいの間に。おお。え、19なんないでしょ、まだなるか。うん、来月の。え、でもまさにポテト食べるのに全然と肌荒れないです、ね、確かに。まあ、選ばれし人間なのよ。だまりな。ポテトに選ばれたのよ、私っていうものは。でも、すぐ食べたらすぐできちゃう。私もなりやすい。でも、なんか肌はちゃんと気使ってる。やば、もうすぐ20歳。かすみん、17期で一番話しやすい先輩誰ですか、だそうです。ファンの人から。誰やろ、マジゼラキさんみんな話しやすい。本当にみんなとかじゃなくていいよ。全然別にみんなとか言わなくていいよ、こういう時に。でも
連絡しようと思います。そうやな、まさき、えりこ泣いた、全部聞こえてる。おもろい。エリちゃんってめっちゃ可愛いんですよ、18禁。そうだよ。マラ。お前らさ、ガチで怖いです。お前らの先輩のエリコだよ。エリコ夜怖いお前にメンブレ。おい、どの位置だってんだよ。おリップ塗ってくれよ。え、歯磨きじゃなくて。さっき誰だっけ歯磨きしてて、あ、コシちゃんだ。もうなんか一回寝る？え、ゲームした。じゃあモカに言って、絶対モカに言いなよ、モカ。え、買ってよ、誰か、つもり。え、ゲーム何してんの？え、マジだ、ゲームとかしてる。そうなんだ。え、マジ結構ゲームしてるんですよ。どういう感じ？なんか友達とか。一人でだから、マジでみんなとしたいんですよ。やば、桃鉄この前初めてやった。でも持ってない。マリカ持ってない。デラックスシーダンとしたら一番いいよ。75位まで上がった、ありがとうございますね。そろそろ終わろうかな。え、なんかさ、これ絶対なんかそのこの巨大なの絶対タワーでしょこれ。違う、何これ、全然何も気づいてないけど私。え、違うの、なんかスーみたいな。あ、寝た。もしかして寝落ち配信バンされますよ。熊タワーなの、やっぱ誰ですか。待ってください、誰ですか、誰がの誰ですか。熊タワー誰が送ってくれた。スキタワーっす。 お名前を名乗ってください、お願いします。え、うちの霞は悲しいかな、友達が少ない。ねえ、ね、値段とかいいんで、あの誰が送ったかお願いします。友達じゃあ、なってあげる。転校してから誰とも喋ったこと。1位の方、それの一緒。でもなってあげる。ビビビビさんだ、ありがとうございます。くまたわー、ビビペペさん、ビビペペさんだって。あの、私ね、あのみんな落ちてる場所にいないんですよ、残念ながら。ありがとうございます。え、なんで橋本チーム A は、ね、橋本チーム A は、え、チーム A、でも私チーム A っぽくなくないですか。私でここはスマイル。さてさて、もうすぐ終わろうかな、夜公演控えてるんで、ちょっとメイク直してきます。あんま崩れてないし、髪の毛も別に。キャプテンになるの、チーム A の。ならない。え、ならないの。なんでかっていうと、喋れないから。喋れない。明日何時に起きればいいんだろう。明日昼まで寝たいな。喋って。無理。今夜終わりには配信しません、絶対。寝ます。明日行けますか。明後日行け。何するんですか。今度でもコッコの誕生日。あ、じゃあケーキ食べれんじゃん。そう、バレンタイン来てたね。ということで、あのランキング読んでいいですか、急にですけど。そろそろ終わんないとさ、ダメでしょ。やったもう終わろうかな。もうスクショタイムさっきしました。あ、さっきスクショしましたよね、皆さん。お願いだから、お願いだから、さっきスクショしたって言って。いや、してないわ、ちょっとなんか。じゃあ、ちょっと終わりで、それは。終わるわ。終わろう。ランキング読みますね。早っ。これからですよ。これからですよ、だって。何がこれからなの？帰んの？じゃあ、ランキング読みます。えらい。13位、13位、
3位丸見龍介さんありがとうございます。12位ケロさんありがとうございます。11位大輔さんありがとうございます。10位翼欲しいさんありがとうございます。9位できない、すいません、和也さんありがとうございます。8位にゃんほそさんありがとうございます。7位あゆちゃんありがとうございます。6位えいちゃさんありがとうございます。5位パレスさんありがとうございます。4位ドラちゃんありがとうございます。3位ひろきさんありがとうございます。2位たけしさんありがとうございます。そして1位がビビベベさんありがとうございます。熊だってありがとうございます。ちょっと公演なので公演に備えていきたいと思います。ありがとうございました。またツイートしますね。今日なんかさ全然時間なかったからちょっとすごいメイク雑なんですけど、まあいいだろうということで、バイバーイ、ありがとうございました、またねー。